重たいわ。これですね。あ、慣れてるやん。あ、いやいやな。あ、いやいやな。のあちゃん。今日もおとんちゃん来るよ。おとんちゃん。来るのよ。おとんちゃん来るのよ。今からな、お迎えに行くのよ。昨日も来たけど。そう。そうよ。今日はどうやろうね、時期になるかね。そんな格好してるのも今のうちよ、のあちゃん。おとんちゃんも名古屋駅に迎えに行ってくるわ。するね。今日は食べられんようにね、うん、どんさんが東京出張に昨日送って行ったので、ね、名古屋駅まで今日お迎えに行ってご飯でも食べて帰ってきます。おとんちゃんの車がね今で待ってんので、そうよ。すごいね。今だけよ、そんな格好してる。あれ、ちょっと迎えてくるわね、のあちゃん。わかった？お留守番忘れてな。すぐ帰ってくるわ。うん。お父さん来たよ。びっくりしてるやん、てと。そう、今日もお父さん来たよ。そう。びっくりしてんね、あんたら。うわぁ、すごい感じてんね。お迎え行ってきたよ。うん。あ、違う人やな。パパさんちゃうな。ああ、できた。入ってた。で、どうする？どうする、どうする？ナナちゃんはな、机の下にいるよ。めっちゃ怒りしてるけど。え、タナちゃんそこいるよ、下に。レンが放てしもうた。放てしもうた。やめて。じゃあそのクッション下隠れたつもりな。にゃんこ。にゃんにゃん。全然大丈夫よ。にゃんにゃん。にゃんにゃん。そんなとこ入ったらさ、余計危ないよ。あ、こやな。マイク刺すの。おいどこよ、おいどこ。お前はエンターテイナーやな。何も見えへんやけど、黒くてさ、なんかいるのは分かる。目は見える。なんかそこ行くと余計危ないよ。逃げ道ないよ。絶対もうね、歯向かいだったらせんね、この子。ませんけどね。うん、何したって我慢するだけやな。我慢するだけやな。ローンは手出しようでな。あ、出しようの？うん、お母さんにピッてやられるって言ってた。本当？ママがやるんやったらお父さんなんか絶対あかんの。やばいよ。この子何にしても何もせんから。何もせえへんね、なあちゃんは。賢いな、お前は。賢いのかな。賢いのかな。結果か一番なんや。やっぱりちょっと痩せたかな。大丈夫かな。そんなにパチ兄だな。あ、しまった、油断した。今日はな、あれやな、行くんやな、ケンさんや。まだ分かってへんから騙してんねん。でも多分ご飯ないからそろそろな、気づくのがベルさん。あのね、あれなんですさ、チーでもせえで、お母さんが荷造りしだすと。ああ、分かんだろ。猫って賢いよね。まあじゃあ、やったな、パパさん。パパさんちゃうな、お父さんやな。うん、隠れとけ、あんた。あんた危ないから。うん、大丈夫。生あげてよ。うん、いいよ。重たいわ。これですね。あ、慣れてるやん。あ、いやいやな。あ、いやいやな。でも、この子は力はまあ、なんもせんけどな。いいかわいい。慣れたね、あんた。慣れるわな、もんな。お父さんが一番よう来てるもん。あ、まあそうやね、確かに。よう触っていくし。慣れるわな。よし、じゃあコーヒーを入れますから。はいはい。ちょっと。そうそうそう。
違うってなったなって言うとな違うって相手のパパさんよおかえりって、うん、ぶつかってるよなんかいるんだけど違うしどうしようって大丈夫よ何もされてんやろななちゃん見てみや触りたくられて青行くの上に青が安全やね確かに行かへんのはいたぶんね、でも夜になったら上行くよ、自分らから寝床は分かってんねえそれコーヒー入れてんのもどこにおっても寝るときだけなあ、来んのあ、ロンちゃんも来んの大丈夫冷蔵庫逃げとき上逃げといた方がいいんちゃうんだ怒られんでごちょさん落とさないで大丈夫大丈夫ちょっと悪いなあれパパが悪いびっくりしてんの、うん、大丈夫大丈夫って何事ってしてるめっちゃ見てるわ大丈夫よテト僕悪くないねテトが悪いねしてる悪くないよ全部テトが悪いあコーヒーの方いかんのよあんたコーヒー嫌いやろ、うん、あ大丈夫あしまわなきゃねフルーツの匂いすんなしまいましょうよくしてるんちゃん。パパ帰るって。バイバイって。ついててる。そしてなんか尻尾ピンして。あんた結構おとんちゃんそんなにやがらんもんね。リンちゃんは。ねあのちっちゃい頃はな、もう隠れてたけど。みんなこれご飯。怖い絶対怖い。動きが出したら何かもう。もうおとんちゃんが怖いとかよりお腹が空いてるみたい。帰るわ。バイバイって言ってと。バイバイバイ。あちゃちゃ。バイバイ。入ってみる。バイバイって。できる子やなテトは次帰るのは覚えるまだちょっと日にちわからんのえあそれはお母さんと喋って了解しました気をつけてねバイバイ聞きません聞きません